フェリックス・オジェアリアは、カナダ・モントリオール出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス11位、ダブルス66位。ATP ツアーでのシングルス優勝経験はないが、ダブルスでは1勝を挙げている。身長193センチメートル、体重88キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。オジェアリアは、モントリオールで生まれ、 ケベックシティ郊外のランシエンヌロレットで育った。父親のサムアリアシムは、東後出身で、母親のマリー・オジェは、ケベック州出身である。姉のマリカもテニスをしている。オジェ・アリアは4歳でテニスを始め、ケベックシティのテニスアカデミーヘリス・セット・ボルドローの一員として、クラブアドバンテージでトレーニングを受けた。2012年には11歳から12歳までの、カテゴリー3の、 オープンスーパーオーレイで優勝した。2014年秋からモントリオールにあるカナダのナショナルトレーニングセンターを拠点とした。2015年2月にケレタロで開催された G3 で ITF ジュニアシングルで初優勝を飾る。翌週、サポパンで行われた G4 では2週連続となるシングルスタイトルと自身初のダブルスタイトルを獲得した。8月下旬には カレッジパークで同胞のデニス・シャポバロフに勝利して初の G1 タイトルを獲得した。自身初のジュニアグランドスラムとなった9月の全米オープンではシャポバロフと組んだダブルスで優勝した。10月のジュニアデビスカップではカナダの初制覇に貢献した。2016年6月のジュニア全仏オープンの決勝ではチャンピオンシップポイントを獲得したが、 結果、ジョフレイ・ブランカノーに敗れた。9月のジュニア全米オープン、決勝で、身を見るケツマノビッチにストレートで勝利し、優勝した。2015年3月のドラモンビルチャレンジャーに参戦した、時点では14歳半であり、予選を勝ち上がったことで、史上最年少で ATP チャレンジャーツアーの本戦ドローの資格を獲得した。本戦では、腹筋の張りのために一回戦を棄権したが、 ATP ポイントを獲得した最初の2000年代生まれのプレイヤーになった。7月のグランビーチャレンジャーでも予選突破を果たすと1回戦でアンドリュー・ウィッティントンに勝利し ATP チャレンジャーツアーの史上最年少勝利記録を打ち立てた。3回戦で西岡義人に敗れたが大会後の世界ランキングは749位になり、 史上最年少でトップ800にランクインした。2016年11月にバーミンガムで開催された ITF フューチャーズでは、決勝でジュアンマニュエル・ベニーテス・チャバレアが奥出して、初のプロタイトルを獲得した。翌週のニースビルのフューチャーズでは、パトリック・カイプソンと組み、初のプロダブルスタイトルを獲得した。2017年6月のリヨンのチャレンジャーでは、 決勝でヨランフリーゲンを破り、チャレンジャー初優勝を飾った。9月のコッパセビリアでも、決勝でイニーゴセルバンテスに勝利し、優勝した。2018年2月に行われた、ブダペストのチャレンジャーではダブルスで、初優勝した。2月の ABN アムロ世界テニストーナメントで本戦入りを果たし、ツアーデビューした。1回戦で、フィリップ・クライノビッチに敗れた。 3月には BNP パリバオープンでマスターズ戦に初発参加し、1回戦ではバセク・ポシュピシローロックからに、3から6、7から5で破った。2回戦ではミロシュラ・オニッチに破れた。モンテカルロ・マスターズはワイルドカードを得て出場したが、初戦でミーシャ・ズベレフに破れた。6月にはリオンのチャレンジャーで連覇し、史上最年少でチャレンジャーのタイトルを防衛した。 8月のロジャーズカップもワイルドカードで出場すると1回戦でリュカプイユニ64、63で勝利し2回戦ではダニールメドベージェフに敗れた全米オープンでは予選を突破してグランドスラム初出場を果たした1回戦でデニス・シャポバロフと対戦したが57、75、41というところで体調不良を訴え途中棄権した 年間最終世界ランキングは108位だった。2019年、リオオープン準決勝でパブロクエバスに勝利し、ATP ツアー500シリーズで最年少での決勝進出者となった。決勝では、ラスロジェレに3から6、5から7で敗れ、ツアー優勝にはならなかった。翌月の BNP パリバオープンでは、2回戦でステファノス・チチパスから勝利を収め、 トップ18勝利を果たした。マイアミオープンでは4回戦でニコロズ・バシラシビリを準々決勝でボルナ・チョリッチを破り、大会史上最年少で4強入りを果たした。準決勝では前回覇者のジョニー・ズナーに敗れた。クレイシーズンは早期敗退が続いたが、リヨンオープンでは準優勝。しかし、この大会で左太ももを痛めて、 全仏オープンは1回戦を棄権した。グラスシーズンはメルセデスカップでまたも準優勝し、ウィンブルドン選手権では3回戦まで進んだ。後半戦は失速したが、年間ランキングを21位で終えた。1月の ATP カップではカナダ代表として活躍し、チームをベスト8に導いた。その後の前後オープンでは第20シードとして出場。一回戦では、 エルネスツがルビスに敗退した。2月に ABN アムロ世界テニストーナメントとオープン13で2週連続決勝進出するも、共に準優勝に終わった。3月より、新型コロナウイルス感染症流行の影響でツアーが中断に、再開後初戦のウエスタンサザンオープンは2回戦、敗退。全米オープンでは第15シードとして出場。二回戦では、 元世界ランキング1位で2012年に優勝者のアンディ・マリーをストレートで下し、順当に自信初の4回戦まで進出した。4回戦ではドミニク・ティームにストレートで敗れた。全仏オープンでは1回戦で西岡義人にストレートで敗れた。その後はベッド1ハルクス・インドアで決勝まで進出したが、アレクサンダーズ・ズベレフに敗れた。マスターズ戦のパリマスターズでは、 フベルトフルカチュとペアを組み、ダブルス初優勝を果たした。同時に、この優勝が、自身初のツアー優勝となった。全豪オープンでは、初の4回戦進出を果たしたが、予選通過者のアスランからチェフにフルセットの逆転負けで、初のグランドスラムベスト8入りはならなかった。5月の全仏オープンでは1回戦で、アンドレアス・セッピに敗れ、 初の全仏オープン1回戦突破はできなかった。芝シーズンに突入し、メルセデスカップ決勝まで進出。8回目のツアー決勝でマリンチ・リッチに敗れ、ツアー初優勝は叶わなかった。ノベンティオープンでは2回戦で、同大会10回の優勝経験があるロジャー・フェデラーに、フルセットの末勝利。同時に4回目のトップ10選手から勝利を獲得。準決勝で、 同大会の優勝者となるウゴ・アンベールに敗退した。ウィンブルドン選手権では、4回戦で第4シードのアレクサンダー・ズベレフを6から4、7から6、3から6、3から6、6から4で破り、初のグランドスラムベスト8入りを果たした。同時に5回目のトップ10選手に勝利を収めた。また、カナダの幼馴染である、第10シードのデニス・シャポバロフも準々決勝へ進出。 カナダ人、選手2名が同大会で準々決勝まで進出することは初のことであった。準々決勝では第7シードのマッテオベレッティに2、3から6、7から5、5から7、3から6で敗れたが、この活躍によりトップ15位入りを果たした。7月下旬に開催された2020東京オリンピックの男子シングルスは第9シードで出場。1回戦で、 アンディ・マリーの代役として出場したマックス・パーセルにストレートで敗れた。全米オープンでは6月のウィンブルドン選手権に続き2度目のグランドスラムベスト8入り。準々決勝ではカルラス・アルカラスの途中棄権によりグランドスラム初のベスト4入りを果たしたが、準決勝で第2シードのダニール・メドベージェフにストレートで敗れ、グランドスラム初の決勝進出はならなかった。 プレイスタイルはやや守備的でスロースターター気味だが、動きは機敏で強烈なフォアハンドで攻撃することもできる。年齢にニアーの成熟したプレイと落ち着きを見せることから、フランシスティア4にはまだ10代なのに35歳みたいだと評される。武器の一つは 190cm を超える長身から繰り出すサーブで、今年6月にはサービスエースの多さを ATP に称賛された。 若手として数々の記録を更新したことで、防具に取り上げられ、長らく続くビッグ三時代への大いなる脅威、テニス界に嵐を呼ぶ存在と紹介された。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト四、QF イコールベスト八、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。